あ、皆さん聞こえますか？聞こえますか？東会議 TV 出ることになりましたよ。アブです。よろしくお願いします。すごいコメント。ありがとうございます。はい。今回ですね、私ですね、東会議 TV 初登場なんですけれど、ちょっとね、諸々の事情により顔が出せないのね、出せないわけではないんですけれど、出してしまうとね、ちょっといろいろね、テロが起きてしまうので、別の映像をご覧いただいております。頑張るぞという、可愛らしいね、顔文字とともにあるんですが、これ私が書きました。はい。このね、テロップというか、まあ、別画面で私が書いたね、このなんかフリップみたいなのを写していくんで、そちらでちょっとね、イケメティックしてください。お願いします。ね、本人映像が出てないというのはね、東会議 TV という、ね、中では初らしいんでね、いいんですかね本当に。こんなことで、あ、すごいですね。あ、たくさん来ている。ちょっとコメントの方はですね、アリーナのコメントをね、こちら見ているんでね、アリーナの皆さん元気ですか？早くから、はい、最前列ですね。アリーナの最前列の人が見られるらしい。あ、そうですよ、あなたたちですよ。ありがとうございます。たくさんコメントしてくださいね、はい、全部見てますよ。全部読んでるって大丈夫ですよ。もう完全に弾幕になっちゃってますよ。すごい、もう処理落ちみたいになってるよ。はい、というわけでね、ちょっとオープニングのフリートークをしなければいけないんですけれど、間が持たないので番組を始めたいと思います。それではいきます。アブのアブナバチャンネル。改めましてこんばんは、アブです。皆さん、初めましての方は初めまして、いつも私を見てくださってる方はいつもありがとうございます。噛んでませんよ、全然噛んでません。緊張もしてません。はい、いつも通り頑張っていきたいと思います。はい、今回はね、ゲーム実況ということでゲームをするんですけれど、生でのゲームというのはね、私普段やらないもんで、どうなってしまうかちょっとね心配ではあるんですけれど、まあ、多分普段と変わらずできるんじゃないかなと思います。鼻声ではないと思います。ちょっとね、ここのスタジオが寒いんで、ちょっと鼻水がね蓄積されてるかもしれないけど大丈夫ですよ。はい、体調面ではそこそこいいです。なので頑張っていきたいと思います。はい、今日やるゲームはですね、ちょっとでもです台本通りにやらなきゃいけないんで、台本を見ながらなんですけど、私は大丈夫ですよ。台本を見ながらフリートークもできる実況者なんで、台本に従いつつ、間を持たせますよ。いきます。ということでゲーム実況を始めましょう。今回プレイするのはシンプル1500シリーズボリューム71、ザ恋愛シミュレーション2触れ合いということで、触れ合うゲームみたいですね。はい、恋愛ゲームを、やってみたいと思います。私ですね、恋愛ゲームというものを今まで実況一応してきたことはしてきたんですけれど、その恋愛対象がですね、まあ男だったり鳥類だったり昆虫だったりと、人間の女性相手の対象とした恋愛ゲームをやってきたことがないんですよ。はい、で回り道しまくって、やっと王道のね、女性相手の恋愛ゲームをできるということで楽しみではあるんですけど、私ね、まあ恋愛ゲーム、その女性相手の恋愛ゲームをやったことないとはいえ、まあ、リアルでね、引く手あまたのね、引く手あまたの女性っておかしいな、まあ、いろんな女性の方をね落としてきた体でね、私は生きているんで、まあ、二次元の女性相手でも、まあ、簡単に攻略できるんじゃないかなと思います。多分ね、広い何人いるか分かんないけど、多分ね最後の方には全員落としてるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、私リアルの世界では恋愛に関しては一筋ですよ。一人の女性を愛しでずっと尽くすタイプなんですけど、今回はゲームなんで、ゲームならではね、そのハーレムエンドみたいなの、それちょっとやってみたいなと思います。はい、今回やるね、恋愛シミュレーション2触れ合いというゲームはですね、2001年8月30日に発売された作品でして、安価で楽しめるシンプル1500シリーズ第71作目のソフト。すごいね、71作目もやってるんだ。もう2001年だから10年以上前になるんですけどね。
はい、現在 PS3 と PS ビータ等でゲームアーカイブスとして配信中らしいです。はい、なのでこちらね PS3 と PS ビータを持ってる方はね、できるんでぜひともやってみてください。今回は D3 パブリッシャーさんの、許諾を得てプレイしています。 D3 パブリッシャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、よかった、よかったです。はい、じゃあここでですね、D3 パブリッシャーさんからのお知らせです。シンプルシリーズから誕生した地球防衛軍シリーズの最新作、地球防衛軍 4.1 The Shadow of New Despair が PS4 で好評発売中です。大丈夫ですよ、読めてますよ、噛んでませんよ、大丈夫ですよ。おなじみのちょっぴりブラックな動画もアップされているので要チェック。さらに、敵を倒すとおっぱいが大きくなるローグライク RPG PS ビータオメガラビリンスも好評発売中。何とは言いませんが素晴らしいですと書いてあります。何なんですかねこれ。もうこの一文だけですげえ興味を惹かれるんですけど、あ、皆さんぜひともやってみてください。発売中です。はい、というわけでまだね全然ね時間尺がね使い切れてないんですけど、私ちょっとゲームの時間をね長く使いたいなと思うんで、始めちゃっていいですか。始めちゃっていいですか。いいみたいです。じゃあ始めちゃったい、始めちゃいたいと思います。ではザ恋愛シミュレーション2プレイしまーすよー。はい、というわけでプレイしたいんですけれど、画面が映ったり映らなかったりなんですけど、これはどうなんですかね。消えちゃったり、なんか接続が悪いのかな。はい、ちょっとお待ちください。ちょっとスタッフさんのねメンテナンスが入るんで、その間に私のねマシンガントークをしたいと思います。私ですね、この恋愛シミュレーション2ふれあいというゲームをやることになったんですけれど、なんかねなんかねっておかしいわ。アブマシンガー、そうなんですね、コメントでも見ようか。そうだね、マシンガントークはね本番中に頑張るんで、ちょっとねコメントの返事みたいなのをしてみたいと思います。はい、こういう機会ねないじゃない、せっかくだからねコメントを読みつつ行きたいと思うんですけれど。ですね、あ、そうなんです、本物です、元気です、すごい元気です。最近ちょっと体調悪いですけどね、なんかね慢性的に体調が悪いんですよ。でね、なんでかなと思ったんだけど、結果的にね年齢によるものなのかなと思って、若い時はもうね常にね体の内からやる気みたいなの、その力みたいなのをね湧き出てたんですけど、最近ね健康状態すごいいい状態でもなんかねだるいんだよね。なんでかなと思って病院行ってもね特にねなんか病気があるわけじゃないんですよ。はい、なのにねなんか体調悪いなと思って、で今気づいたんですけれど、やっぱり年齢によるものなのかなと思います。はい、というわけで画面が直りました、完璧です。はい、もう点滅しないんでやりたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。シンプル1500シリーズボリューム71ザ恋愛シミュレーション2触れ合い、行きます、始めまーす。さあどうなりますかね、ドキドキしますね恋愛ゲーム。二次元の女の子相手に私はドキドキすることができるんですかね。まあ手玉に取るぐらいの勢いでね、女の子たちを攻略していきたいと思います。プレイステーション、いや、いやドキドキするね、こういうハプニングも生放送ならではですね。はい。さあどうでしょう、映像出るかな。お、出ましたね、触れ合い。はい、メモリーカードのチェック中です。ファイルが見つかりません。そうです、私初見プレイなんです。今回初見プレイで頑張っていきたいと思います。ドキドキするね。おなんか壮大な始まり、なんかプレステっぽいわ、懐かしい感じだねこれ。もう10年以上前になるんでね、はい、皆さんは10年以上前何してましたか。私は多分仕事に必死になってた時期ですかね。いや違うわ、学生時代だ、まだ。あ、どうして、え、細胞分裂的な感じじゃない、世間体が気になるからじゃない、え、どういうこと。仮面をかぶった子供たちは自らを特別な存在へと誘う。なんかいきなりポエムが始まったんだけど、何、え、恋愛ゲームってこんな感じで始まるの。繰り返される歴史。歴史になっちゃったよ、歴史。それは過ちだったのだろうか。何なのこの人。それは明日を手に入れるための手段だったのだろうか。いや、そんなことしなくても布団に入ったら明日は来ますけどね。ああ、なんだろう、そういう世界観なのかな今回は。あ、かわいい。急ぐ気持ちに押し流されてしまう自分。
自分探しの旅なのかな。例えば秘めた思いに苦しんでいる自分。中二病かよ。この子可愛くない、このポニテの子。例えばメガネっ子。見つけるべき答えを過去に求めてしまう自分。なんか風魔法とか使いそうだな。例えば居場所を求め背伸びしている自分。なんか恥ずかしくなってきたけど、これ聞いてると。例えば偽りの世界に翻弄されてしまった自分。この子も可愛いな。え、何人出てくるのこれ。ヒロエ今のところ5人。5人が攻略対象なのかな。敵を抱くよりは前に向かって歩み出した方が。まあ確かね、過去を振り返るよりも新しい自分、未来だよね。もう良くない、恥ずかしいから。早く恋愛ゲームしようぜ。なるほどね。ありのままの自分をもう一度見つめよう。レディゴー、ありのままそうだよね。自分自身を見つめることって大事だよね。忘れていた本当の心に。もう一つ一つがポエムだよね。なんかさ、黒歴史ノートとかにありそうだよね、これの。なるほど。後でこの女の子たちに言ってやろうぜ。君こんなこと言ってたよね。あ、始まった。いい、言いたかったの今。触れ合いということで、ザ・恋愛ショー、恋愛シミュレーション2やっていきたいと思います。プレススタートボタンでいきまーす。唐突に始まってドキドキするな。お、始めから続きから環境設定。環境設定とかした方がいいかな。どうだろう、俺こういうのすごい気になっちゃうタイプなんだよね、放送的に。これね、あのね、実況とかしてると BGM のボリュームはあんまり上げない方がいいんだけど、音声のボリュームは絶対上げた方がいい。だからこれだけ用意にしときます。はい、こんな感じでいいかな。はい、サクサクいきますよ。今回ね、生放送ということで時間が限られてるんでね、サクサク攻略していきたいと思います。この子かわいいな。この子攻略したいな。なんだろうな、さすがでしょ、手慣れたもんでしょ。もう実況にはかなり慣れてるんでね、私。はい、任せてください。安心感があるし、安定感があるでしょ。もう実況のプロなんで大丈夫ですよ。8月も終わりに関わろうとする頃、留守電に一通のメッセージが届いた。あの公園で待ってるね。どの公園。え、いきなりなんかもう付き合っちゃってる感じになっちゃってるじゃん。この前会ったのはいつだったろうか。ひどく懐かしく思えるその声に、ある時のことを思い出していた。お、主人公と元カノみたいな、そんな感じなのかな。他人に認められようと背伸びしていた自分。また始まったよ、ポエム。苦悩するその答えを過去に求めていた自分。周囲の痛みに気づかず突っ走っていた自分。どんだけ自分見つめてんだろうね。たまさ、周りを見ようぜ。自分を見つめることも大事だけど、やっぱ周りを見ること。そう。自分の中殻に閉じこもっちゃうと、どん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 ね、マイナス思考に考えちゃうからね。あ、そして、自分自身を報いることができなかった自分。それは過ちだったのだろうか。それとも、それはすべて今という未来へつながるための正しい選択だったのだろうか。なるほどね。すごいね、飛ばしたくなる文章、恥ずかしくて。いたわる。分かってますよ、わらとですよ。米稼ぎのためにあえて間違えて読んだですよ。いつものことですから大丈夫ですよ。戻れない時を抱きながら、俺はいつしか眠りについていた。なるほどね。眠る前ってよく考えちゃうよね。俺も寝る前よくエロいこと考えて寝るわ。なんかエロいことを考えないと寝れないんだよね。そして翌日、俺はたくさんの思い出と一緒に電車へ飛び乗った。なんでそれいちいちポエマーチックだろう。電車も思い出と一緒に乗られたくないだろうっていうね、ツッコミを入れたくなっちゃうよね。興奮なんかしてないですよ。違う、なんか寝る前ってそういうこと考えたくなっちゃうな。なんかさ、ねえ、頭の中でシミュレーションゲーム始まってるの。数年前まではいつものと親しみを込めて呼んでいた公園。公園のこといつものって呼ぶことないけどね。俺は昔のように木陰に腰を下ろし、約束の時間を待つ。こうやって彼女を待つ時間は少し退屈でもあり、また少し心地いい時間にも感じられる。あ、なんか文章から背景が思い浮かぶね。文章の作りがうまい。木々の隙間から覗く夏の日差し、セミの鳴き声、公園を駆け回る子供たちの足音。夏なんだね。うん、懐かしさあふれる中、軽く目を閉じると彼女と出会った時のことを思い出す。そう、あの夏の日、あのとか多いな。彼女に触れた瞬間を。あー、なるほどね。触れちゃう感じ、触れ合いだもんね、タイトル。あ、オープニング始まった。なんでみんな腰から入るの。腰、胸、顔ってきてるけど。いや、普通、やだ、ちょっとなんか俺が腰から見るみたいじゃん。やめてよ、そういうの。私、顔から見ますよ。まず、あのね、どこから見るかって聞いたら、俺、瞳から見るの。女性の瞳っていうの。そういうの気になっちゃうから。なんか、ちょっと待って、歌いたくなっちゃう、こういうの。なんか、すげえ懐かしい感じのオープニングだね、これ。
なんか10年前って感じするわ。でもね、俺10年前のこの感じの絵好きなんだよね。なんかさ、やっぱ学生時代にさ触れ合ってた絵っていうの、触れ合い歌ってアドリブで歌えと。私結構なね、歌得意なんですよ。これで初めての曲歌うの、歌ってみましょうか。目で見たように過ぎて素直になれたららいいのに。ほら合ってる、すごくない。偶然じゃなくて得る私にさよなら消える本当の気持ち触れ合うその気を信じてる。ほらすごくない？あれやっぱりさ、こういうのやっぱフィーリングっていうかさ、気持ちを伝えることが大事だと思うんだよね。いや楽しい、楽しい触れ合い、いいよね。こうやってね、視聴者の方たちとも触れ合い、ゲームとも触れ合い、そして女の子たちも触れ合うと。触れ合いをテーマにしたゲームですからね。触れ合っていきましょう。終わった、よかった、長くなくてよかった。これでフルコーラスだったら俺もう帰ってたわ。よし終わりました、じゃあ行きましょう。お、また舞台は変わってなくて7月29日新しい風、なんかカラオケの画面みたいになってるけど、はあ、今週で7月も終わりか。こんな生活を始めて4ヶ月も経つ。4ヶ月か。ということはまあ3月に引っ越してきて今生活してるみたいな、そんな感じなのかな。ここは街を一望することができる成瀬ヶ丘公園、結構でかい公園だからね、うん、真夏の日差しとその間を駆け抜けていく爽やかな風、ほえみ。そんな中で改めて自分を見つめ、また見つめ直してんだけど、どんだけ見つめ直してんだこいつ。今自分が歩んでいる道が壊れていいものか、あ、これでいいものか、壊れちゃダメだよな。どうか、少し不安になる。俺の名前は矢吹俊平、ボクシングやってそうだね。今年の3月に高校卒業し、あ、春から晴れて大学生となり、念願の一人暮らしと自由な生活を手に入れる予定だった。予定だった。あ、これは。しかし、動機が不純だったからなのだろうか。何この不純って。大学に入る動機が不純ってどういうこと？やり沢に入りたいとかそういうことなのかな。志望校は愚か、滑り止めと思っていた大学まで不合格という散々な結末を迎え、俺の些細な夢はもろくも儚く崩れてしまう。崩れ去っていったのでしまった。なんか読めない。もう崩れ去ったのである。あ、まあ浪人はね、私は一応現役で合格したんですけど、あのやっぱね、浪人生っていうのは大変なんでしょ？ね、俺もさ、あのよくね、あの大学行った時、その浪人してる友達のところで予備校遊びに行って、すげえからかったりとかしてましたよ。大学めっちゃ楽しいぜみたいなことを言って。ね、こうなると選択肢は少なかった。それから就職先を探すまでもなく、僕は、ごく当たり前に浪人を選び、浪人生らしく予備校を通うことになった。まあそうだね、興味ね、大学行かないとね、なかなかね、就職も難しいですからね。まああえて普通と違う点を言うならば、その予備校の経営を実の姉が行っている。経営を行うぐらいだからね、結構年の離れたお姉さんの方がね、うん、あ、それともう一つ、これは時たま漫画にあるような話だけど、4年ほど前に突然血の繋がらない妹ができた。おかしいだろ。え、何普通な感じで言ってるけど、4年ほど前に突然血の繋がらない妹、再婚とかしたってことなのかなこれは。なんかすごいいいシチュエーションです。これで攻略対象になるってことでしょ。それ以外は特別な取り柄があるわけでもなく、矢吹純平は心身ともに異常なしのごく普通な19歳の青年である。いや、どうなんだろうね、こんなポエム言う19歳なかなかいないけどね。今のところは、だけど、今のところ、なんか意味深な発言だね。ああ、いたいた。喋った。え、これフルボイスとか。はい、俊平ちゃん。俊平です。はい、よろしくお願いします。なんか知女が来たんだけど。あ、どうしたんだ、みゆき。みゆきちゃんっていうの。あ、俺が可愛いって言ってたポニテの子じゃん。なんなの、このハレンチな格好は。え、これが待ち合わせに呼んでた子なの。いいじゃないですか、昼寝だから昼間なんですよ。逆だわ、昼間だから昼寝なんですよ。何このさ、左下の子は可愛いんだけど、右のなんかでアップになるとなんか地上に見える。暇人とは失礼だ。お前だって夏休みなんだろ、そんなに俺と変わらないぜ。何よ、みゆきと俊平ちゃんを一緒にしないでよね。この子さ、
さっき言ってた血のつながらない妹の子なのかな、名字が同じだから多分そうだと思うけど、なんかリボンの色が違うのはなんで、 2P カラーなのかなこの子。あ、これもしかしてバイトの格好なの？待ち合わせにその格好できたら俺もう妹やめてるわ。なあみゆき、いつまで俺のことをちゃん付けで呼ぶつもりなんだ？そうだよ、兄ちゃんだとかお兄ちゃんって呼んで。妹萌えの人ってお兄ちゃんって呼ばれると嬉しいんでしょ？お兄ちゃんとかお兄様とかせめて兄貴とか呼んでほしいんだけど、私もね妹とか弟がいないのでその感覚はわかりますよ。お兄ちゃんって呼んでほしいみたいな、うん、だって昔からしゅんぺいちゃんはしゅんぺいちゃんじゃない。昔から4年前から妹になったって言ってたけど、知り合いだったってことか昔からは。今から呼び方なんて変えれないよ。知り合いが妹になるってちょっとやだね。ダメ、変えるな。そう、お兄ちゃん命令だぞ。嫌だもん。それに名前で呼ぶ方が兄弟っぽくなくていいじゃない。どういうこと？意味深じゃないこれ。兄弟っぽくなくていいじゃないってことは、それもしかして俺のこと好きってことなの？完全に落ちてるわこの子。だからこんなメスのような格好してるんでしょ。俺を誘ってるんだよねこれ。どうですか？はあ。あ、それよりなんか用事があったんじゃないのか。そうだよね、こんな格好で呼び出してるんだからさ。あ、そうそう、お姉ちゃん呼んでたよ。お姉ちゃん結構怒ってたみたいだけど、しゅんぺいちゃんまた何かやらかしたの？お兄ちゃん、お兄ちゃんね、お姉ちゃんもいるんだ。下にも妹がいて上にもお姉ちゃんがいると。いい兄弟じゃない。お姉さんが、うん、あ、思い当たることはまあいくつかあるけどさ、ありすぎて困るわな。そうなんだ。それ言うだけだったら留守電に残しときゃいいんじゃないの？わざと呼び出す必要性は ないんじゃない？わかったよ。それはそうとな、お前よくそんな格好で出歩けるよな。本当だよ、ツッコミが同じだわ。え、おかしいかな。いや、おかしくはないけど、そのね、シチュエーションに合ってないの。 TPO を考えようぜ。別におかしくはないけど、なんつうかその見えるの？え、見えるの？え、俺めっちゃ画面近づけてるけど見えないんだけど。見えるのこれ？下から見たら見える？見えないよね。え、いや今、あ、見えてないのかよ。期待させないでお願いだから。だったら別にいいじゃない。なんだ、うん、だったら別にいいじゃない。いや、よくないって。俺以外のやつに見せちゃダメだぞ。 2P から。もしかしてしゅんぺいちゃん見たかった？見たいです。ほれほれ、知らない。ありがとうございます。え、見せてくんないの？動いてよ。え、どういうこと？一枚絵動いてお願い。もうテレ屋さんなんだよ、見せてくんないのかよ。そう、思わせぶりな態度が一番ね、なんかモンモンするよね。いけないいけないね。油売ってる場合じゃなかった。うん、あ、そう、バイト中だからね、休憩もねそんな長くないだろうし。バイト戻るから、じゃね。頑張れよ。うん、お兄ちゃんも応援してるからな。なるほど、みゆきのやつますますおてんばに磨きがかかったな。地上におて磨きがかかってるんじゃないかな。やだな、ちょっと心配になっちゃうよね。あんな格好で夜中歩いてたらさ、ねえ、そこら辺の男になんか変な声かけられたりするんじゃないの。そう、お兄ちゃんとしてちゃんとねしつけしないとね。これ、さてさて、それでは姉上のところにでは行きますか。今日日さ、自分の姉ちゃんのこと姉上って呼び方するやついないよね。なんか時代がおかしい。まあ、ちょっとさ、10年前だからね。10年前だから、まあ自分のお姉ちゃんのこと姉上って呼んでもどうなんだろうね。鳴瀬ヶ丘ゼミナール、あ、いい名前じゃん。え、結構でかいところじゃない？ここを経営してるの姉ちゃんが。俺が通っている予備校兼進学塾で、なんと経営は実の姉がやっているから驚きだ。ここいらでは唯一の学習塾ってことで、人の集まり具合もそこそこいいらしい。へえ、なるほどね。強豪校みたいなのがないっつうのはね、そりゃいいね。まあ俺もここに世話になっているわけで、講師ともに姉さんには頭が上がらないのが悔やまれるところではあるな。そうだね、俺も姉ちゃんいるけど、姉ちゃんにはなかなか頭が上がらないね。ああ、なんか言い訳しようとしても言いくるめられちゃう。ああ、失礼します。姉さんと。おっさーい。お、綺麗な声、これがお姉さんかな。え、お、あ、あ、いった、なに、なんだよ突然。グーで殴るな、グーで。そう、せめてパーにして優しく。お、お姉さん。グーなんかで殴ってないわよ。かかとよ、かかと。セクシーですね。さっき私女性を見るときは目からって言ったんですけど、今回はちょっと胸からいっちゃいますよね、これは。それつけてないんじゃない？大丈夫？あ、いいですね。ちょっとお姉さん、最悪。このお姉さんも攻略対象なの？あんたをいじめるのは姉の特権よ。それさ、俺の実の姉ちゃんも言ってたわ、そのセリフ。全く同じセリフを。なもん特権にすんな。ああ、いちいちうるさいわね。
お宅はいいからちょっとこっちいらっしゃい。やばい、ちょっとかぶるわ姉ちゃんと。めっちゃ恋愛対象できないよ姉ちゃんとかぶってて。つうかさ、今のところ攻略対象が妹と姉しかいねえんだけど、なんでこんな身内の中で恋愛ゲームやってんので、何なの用事って。焦らない焦らない、まあそこに座んなさい。なんすか、もう座ってますよ。心どうなの最近、ちゃんと勉強して次の受験に備えてさ勉強してるとか聞かれるのが一番ね、受験生とか辛いんですよ。いや、してるしてるよ、うるせえなってなっちゃうの。あのね、受験生ってほんとねストレス溜まってるし、あのイライラしてるから、そういうこと言われるとやってるんだよみたいな感じになっちゃうから、ダメよそういうこと言っちゃねえ。ね、この今見てる人の中でも受験生たくさんいると思いますけどね、そういう人はもう勉強してくださいお願いですから。はい、それなりにね。あれ、文章聞いた。嘘おっしゃい。は、最近授業にも出てないみたいな。出てないんかよ。ちゃんと知ってるのよ。それはよくないよな、浪人生なんだから勉強しろよな。ほんとに今はちょっと勉強って気分じゃないから、そのうち始めるよ。だって夏でしょ、7月29日だぜ。もう追い込み時期だから一番頑張んなきゃいけない時期なのにね。そのうちね。そのうちそのうち、まあわかる、気持ちはわかるけどね。ねえ、しんぺ、明日から高校生対象の書き講習をうちでやるって知ってる？あ、そうなんだ。普通やるんじゃないの？ねえ、今書き込み時だろうからね。え？ああ、それならこの前ポスター見たよ。この暑い中ご苦労なことだね。もう中は涼しいからいいじゃない。あんたさ、そこで講師やってくんないかな。バイト代ちゃんと出す。すいません、私浪人生なんですけど、大学落ちた身なんですけど、教えられるわけないじゃないですか。は、意味が分かんないですけど。あ、でも確かに、まあ、でも人に教えるとなんか考えとか理解が深まるっていうから、まあいいんだろうけど、それは教えられてる子たちの身になってみてよね。こんな浪人生から教えてほしいなって思えられるわけないじゃない。誰が、あんたよ。いやいやいや、経営状態困ってんのこの人。俺が？無理無理、高校生ってことは受験に向けてとかだろうねえ。私はあの家庭教師の経験があるんですけれど、まあ、中学生ぐらいだったらね、聞かれたことをもうポイ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 答えられるけど、あの高校生となるとね、結構際どいんだよね。先生ここわからないんですけどって言われても、俺もわかんねえってことが結構あるから、さすがに高校生対象は無理なんじゃないかな。俺だって受験生なんだし、人に教えられる頭あるなら浪人なんかしたらごもっともですよ。本当に教えられるんだったら今頃大学生ライフを楽しんでますからね。第一、浪人生がそんなバイトしていいわけないだろ。どうなんだろうね。まず、やっぱさ、浪人するってかするからにはさ、お金がかかるじゃん。その分のね、その授業料みたいなのちゃんと払わなきゃいけないんじゃないかなと思う。それなら大丈夫よ。別にあんたに教壇に立てなんて言ってるんじゃないから。あ、そういうこと。なんかプリントを配ったりとかよくあるよね。漢検とかさ、英検のさ、バイト募集みたいなの、ああいうのは別にさ、見張りとかテストの用紙を配るだけだから、多分そういうことをやれみたいなこと言ってるんじゃない。アシスタントみたいなもん。うん、それならできるな。どう、それならできるでしょ。ね、見張りと言いながら英単語を覚えながらさ、ね、見張りしてるふりとかもできるし。嫌だよ。それに今自分のことで手一杯なんだ。いや、さっき暇とか言ってたじゃん。今度ばかりは姉さんの頼みでもダメだからね。ね、姉さんの頼みだからってダメですよ。話してそれだけ？それじゃあ俺はもう帰るから。そっか。それは残念ね。これもなんか留守電に入れときゃいいような気もするけどな。やっぱ会って話したいんだよな。うん。お、やっとの思いで手に入れた一人暮らし。お前は短い自由だったわね。シクシク。どういうこと？この人に金出してもらってんのこいつ。父さんに、あんたのことよく話しておくわ。もうそれ脅迫じゃん完全に。なんて卑怯だ。うん。やればいいんだろう、やれば。もうこう、そうこうなっちゃうの。姉ちゃんに言われたらさ、どんなに理不尽なことでも、分かったよ、もうやればいいんだろうってなっちゃうんですよね。もう姉がいる人なら分かると思いますけれど。本当。持つべきものは良き。もうやだわ、もう生き写しだわ俺の姉ちゃんの。あ、悪魔たんだよ本当に。何？何か言った？あ、もう言ってません、ごめんなさい、許してください。いや、何も。よろしい。それじゃあ決まりってことで。まあただ働きじゃないんだからね、給料出すっていうならまあまあやってもいいんじゃないの。ね、承知しましたよ。ああ、それと、はい、なんすか、まだ何か。いくら開放感ある夏だからって生徒に手出しちゃダメだからね。それはどうなんだろうね。だって私別に、だって今ね、高校卒業したばかりだし、年が離れてってわけでもないしね、年が近い子と恋愛したって何の問題もないんじゃないかなね。なもん手出すか、このバカ姉貴。なんで？なんで恥ずかしがってんの？ここは出してもいいと思うけどね。完全に振りだしね。いいと思います。ならいいけどね。それじゃ、よろしく。はーい。まあなんかね、勝手に決められた感はあるけれど、我が姉ながらなんてやつだ。
はあ、気が重いな。こんな日はさっさと帰るに限るな。とほほなかなかとほほって言わないわな自分で。ああ心で思うならあれだけど、まあこういうゲームなんですからね。あ、商店街、せっかくの夏なのにな。明日からバイトか。はあ、まあ夏休みぐらいしかバイトできないけど、まあ浪人生だから時間あるわけだからね。夏ぐらいは遊びたいわな。先輩、お、この声は、あの声はなんかすごいアニメ声な声が来たけど、先輩こっちです。え、どっちどっち、あ、ちょっとどっち、右左どっち。お、あ、来た、かわいい。こんにちは先輩。すごい棒読み感がするけどよう、UFO でいいのかなこの子は。今日も店の手伝いか。学校は夏休みだってのに偉いな、お前花屋さんで働いてるんだ。いい匂いしそう。褒められちった。なんかおんぶ出てきたよ頭からおんぶ出てるけど大丈夫君。でももうすぐお手伝いの方もお休みもらえる予定ですから安心してください、ね、そうだ、夏休み遊びたいわな、うん、安心ということ。はいはい、なんか約束してたの。まあいいや、とにかく頑張れよ。陰ながら応援してるよ。どうもです、約束楽しみにしてます。あ、やっぱしてたんだ。もしかして忘れてんの俺。あ、じゃあな。ん、ちょっと待って、約束ってなんだ。え、お互いなんか意思疎通できてないよ。勘違い、人違いとかじゃないよね。大丈夫。なんだって、まさか先輩忘れたわけじゃないですよね。いや、忘れてるわけないじゃん。あれでしょ、あ、なんかあの鳥飼ってるから、その鳥の餌、ミミズをたくさん取ろうみたいな、そういう話したもんね。ミミズ取りでしょ。覚えてる覚えてる。うん、え、どういうこと。ちょ、会話噛み合ってなくて怖いんだけど。なになになに、なんだっけ。やだな先輩、冗談はやめてくださいよ。な、な、な、なに、冗談は顔だけにしろみたいな言い方やめてよ。私が夏休みの間いろいろなところに連れてってくれるやつ。いろいろなところ。ないですか。そうね、おじさんがいろんなところ連れてってあげるよあ、夏休みぐらい店の手伝い休んでどっかに遊びにでも行ったらどうだって。あー、でも後輩とこういうこと行くってことはもう完全に付き合ってるんじゃないの。どうなの、狙ってるの俺は、この子。よし、俺が可愛い後輩のために一肌脱ごって。いい先輩じゃん。どうやって知り合ったんだろうねこの後輩と。部活とかやってたらまだわかるけど。楽しみだな、憧れの先輩。憧れ、憧れられるようなことしたのかな俺。なんか部活でエースとかだったのかな。なんか恥ずかしいです、照れるです。もう先輩のエッチ。エッチは否定しないけどさ、可愛いねこの子。っていうかさ、なんか左下に袖が見えるんだけどさ、なんか一枚だと袖がないんだけど、どういうことなんだよ今喋ってる子とこの目の前にいる子は違う別人なのこの子。この子も 2P カラーなのしまった、すっかり忘れてた。ちょ、女の子との約束忘れるなんてどうなってんだよお前。でもでも先輩がどうしてもと言うんなら私。え、どうしてもと言うなら何でもしてくれるの。え、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 って何が。え、すまん UFO、 実は急にバイトが、そう、バイトが入っちゃってさ。っていうかさ、先に約束したならそっち優先させろよな。姉ちゃんの方断れって話だけど、姉さんのところで臨時の講師をすることになっちまったんだよ。なっちまったんだよ。それさ、なんか講師終わった後に一緒に会えばいいのにね。それじゃ約束は、うーん、プロミスはちょっとね、姉ちゃんには逆らえないのよ。申し訳ないっすよ本当に。すまん、断れないんだよこのバイトは。ちょっと事情があってな。もう正論ばっかと。その通りです、本当に申し訳ないです。じゃこの子と一緒に働けばいいんじゃないね。二人分さいたらさ、姉ちゃんも喜ぶんじゃない。本当にさ、約束はバイトが終わるまで待ってくれ。そう、バイト終わりに会えばいいんだよな。うん、それでいいじゃん。そうすりゃさ、なんかさ、生徒たちにもさ、なんか、あ、あの先生モテてるんだみたいな、ちょっとアピールもできるじゃない。終わるのっていつ頃なんですか。そうだね、夏期講習となると22時ぐらいまでやってんじゃない大体。8月の最後の1週間。え、日数単位なの。どういうこと、仕事終わりじゃなくてそのバイトが終わる時期ってこと。それまで遊べないってこと。間に合わないです。え、もう夏休み中じゃ会えないじゃん。え、だってまだ夏休みのはずじゃん、とにかく間に合わないんです。どうすか。多分そうだよね、8月の中旬とかさ上旬っていろいろイベントあるじゃん。花火大会とかさ、夏祭りとか、多分それに行きたいと思ってんだよこの子はね。プンスかなんて言っちゃうぐらいだからさ、それあるから、それぐらい出れると思うんだけどね。だって毎日行くわけじゃないんでしょ。週3とかでしょどうせ。
しかしな、それまで日中はずっとバイトだし、どこかに連れて行くと言っても日中バイトしてるなら夜空いてるんじゃないの。かといってお前をバイト先に連れて行くわけにもいかんしな。この子がさ、塾通えばいいんじゃない。この子も受験生なんじゃないの。ん、さっきからびっくりマーク頭から出るけど大丈夫それ。そのなんかさ、前髪のさ隙間から出てきてるのかなこれ、ピョンと。かわいい。ん、だから日中はずっとバイトだからお前を連れて行くと言ってもだな。夜だったらいいんでしょ。だからこれいいですね。お、これは来たんじゃない。何が、ニヤ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 って、それ自分で言うんだ。何ニヤニヤしてるんだ。まさか UFO。 お前、私もその講習受けることにしました。だってさ、今のところ恋愛対象がさ姉と妹しかいなかったじゃん。やっとまともださ恋愛対象が来たわけだから、もうこの子攻略するしかないよな。いいぞ、連れてってくださいね、約束通り。そう、一緒に帰れるしね。これいいんじゃん、最高のパターン来たねこれ。本気かよ UFO、 そんな理由で。いいじゃん、頭も良くなるしね、先輩ともイチャイチャできるし。元はといえば、約束を忘れた先輩がいけないんですよ。ごもっともです、本当です。ほんと UFO ちゃんがさ、なんかさね、わざわざ来てもらえるからさ、いいけどさ、全部俺のせいだからねこれ。本当に申し訳ないです、ありがとうございます。そりゃそうだけど、ちゃんと勉強する気はあるのか。うわー、それが可愛い生徒に対して先生が言う言葉ですか。もう今のうわーって言葉が全く感情こもってなかったわ。もうごめんなさい、本当に私のせいです。いやでも生徒に対して、そっか、もう生徒になるわけだもんね。でもいろいろ教えてあげようぜ。もう決めちゃったんですから諦めてくださいね。勝手にしてくれ、はあ。俺はもう帰るわ。はい、明日からよろしくです。明日から来んだ、急ですね随分。あ、よろしくな生徒。生徒って言い方もどうかと思うけど、そっか、やっと攻略対象が来たからね。じゃ俺ちょっとさ、この子先に攻略するわ。さすがに兄弟からはね、いけない。ふう、なんか今日はどっと疲れたな。これ俺の部屋結構広くない。しかもなんかイケアで売ってそうな椅子があって、なかなかおしゃれなんじゃないの。部屋に戻り、ベッドに横になった俺は姉に言われたことを考える。講師ね、一体何考えてんだか。姉さんはなんで俺を講師にしようとしたんだろうね。何か意図があるんだろうけど、ま、確かにバイトを探していたところでもある。あ、探してたのかよ。都合がいいって言えばいいんだけど。だったらいいじゃんね、身内のところで働けるんだったらね、一番最高だと思うけど。にしても、俺を抜擢する、抜擢するのは人生ミスとしか言えないだろうに。まあ、確かにね、意図がわからない限りはどうかと思うけど、浪人生になぜ任せたのか。つうか、明日からってのはちょっと急すぎだ。なんか憂鬱になってきた。俊平ちゃん、いる？入るよ。この声は、ポニテの子かな。おー、来た、ミルククラウン。Tシャツダサ。あ、また寝てる。あ、寝てます。また 2P、 いやこれ 3P カラーなんだけど、このリボンが青だね。ミルククラウンってあれだよね、なんだっけ、あの牛乳とかポチャンって下ろした時にさ、その雫が王冠みたいになってるからミルククラウンって言うんだよね。なんでそうだらっとしてるかな。俊平ちゃんのデスクはさしずめ猫かもしってところで、猫かもしか、猫だったら嬉しいね。うん、でもなんで普通に家にいんの。あ、そこ妹だからか。ちょっと部屋入ってこないでよ。人の話聞いてる聞いてる聞いてる。フルボイスだからすげえ耳凝らしてるわ今。憂鬱だ。え、そのリボンどうなって、どうやって結んでんだろうねこのリボン。明日からバイト入ったんだよ急にな。だから俺は今憂鬱なの。分かったらさっさと帰る。そう、明日の準備とかあるからね。え、またバイトするの。また前までやってたのかな、いろいろ。今度は何何、確かこの前は宅配ピザやってたよ。コンビニは先月か。結構なハイペースで変わってるんだね。長く続かないタイプなのか。ウールの監視員だ。なんでそれチョイスだったんだろう。なんか俺がやらしい人間みたいなのやめてくださいよ、ちょっと。違う、違います、もっと健全なやつです。これじゃあ回転寿司。なんでそのチョイスなの。だからまあね、夏だから監視員っていうのは分かるけど、回転寿司って、あーでも回転寿司いいよね。楽そう、楽そうってイメージはあるんだ俺。なんか全然違えって、全く。姉さんのとこで夏期講習のアシスタントやれってさ。俊平ちゃん先生やるんだ。だろう、見直しただろう。俺は結構頭いいんだぞ。先生じゃないって、アシスタントよ。そこは見え張っちゃってもいいじゃん、先生なんだぜみたいなこと言えば。そうすれば妹もさ、尊敬の丸として見てくれるんじゃないの。そっか、お姉ちゃんのところか。そうそう、ちょっと無理やりやらされてるんだけどね。いや、全然聞いてねこいつ。ねえ俊平ちゃん、夏期講習ってないのかな。まさかお前も来るつもりかこの野郎。そうだな、よく分からんけど、コンビニとかの時給よりは高いんじゃないか。まあ時給っていうよりも多分さ、小間単位なんじゃないかな。うん、俺がやってたところはそうだったけど。違うよ、バイト代じゃなくて
授業料のこと。あ、授業料、あーん、高いと思うよ。めっちゃ場所にもよるだろうけど、授業料、さあ俺その手のところに行ったことないからな。そうだね、俺行ってたけど料金とかもう全部親任せだったからな、ちょっとわかんないお前も今年受験生？あ、そうなんだ。そういうことは自分で調べたらどうだ。ってことはさ、一緒の大学に一緒の学年で入れるってことじゃん。あ、これちょっとフラグなんじゃないの？ね、うん、うん、お姉ちゃんに聞いてみるよ。姉ちゃんに言えばさ、ちょっと格安で入れるんじゃない？そうしろそうしろ。お前も夏の間にしっかり勉強しとけよ。そうしないと俺みたいになっちゃうから、反面教師として私のこと見てください。お願いします。またそんなネガティブなこと言うんだから。いや、だってさね、一回落ちちゃったわけだから、そうなっちゃうのも仕方ないよな。ゆき帰るからね。テーブルにお夕飯置いといたから、ちゃんと食べるから。作ってくれてんだ、ありがとう。あ、いつもすまないな、ちゃんとお礼も言えていいじゃない。かわいい。どうしよう。でもさ、妹って言ってもさ、この子は血がつながってないわけだよね。だから姉ちゃんよりは可能性があるというか、攻略対象になるわけだから。俺、この子がいいな。この子もいいけど、あの子もいいな。あ、でも姉ちゃんもいいな。どうしよう。みゆきがいなくなった途端、なんとも言えない静けさがワンルームに舞い戻る。ワンルームって言い方。つけっぱなしのテレビから漏れてくるニュースキャスターの声が、より寂しさを増しているのかもしれない。ところどころポエムが入ってくるんだよな。予想外の明日を迎えることに戸惑いと苛立ちを感じていた俺は、何をするわけでもなく、ただベッドに横たわり眠りに落ちる時を待った。なんか考え事してるとね、寝れなくなっちゃうよ ね。なんか普通の考え事って寝れなくなっちゃうのよ。俺なんか考えてどん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 目が冴えちゃって、でもなんか逆にエロいことを考えてると 眠くなってくんだよね。何なんだろうこれ意識が落ちる直前、テレビからは明日から夏本番を迎えるというニュースが流れていた。本格的な暑さが来るわけだな。女性の服装もだんだん薄くなってくる時期でだな。なるほど、明日から忙しくなりそうだわ。恋愛も仕事も充実した毎日になりそうですね。はいそう、ご飯、そう、ご飯食ってねえじゃん。今コメントで気づいたわせっかくご飯作ってくれたんだから寝る前に食えよって話だけどね。食う食うあー、まあグーグーよりはいいわな。あ、この年でグーグーはちょっとね、あの耳鼻科行った方がいいような感じもしますけど、うん、お、何かを切る音いいね。この俺まな板でさ、このさ包丁の音すげえ好きなんだよね。うん、く、妹が作ってくれてる。お、時間かな。お、起こしに来てくれるのかな。これはちょっとちゃんと準備しとこうぜ。俊平ちゃん起きてる？朝だぞ。俺ほんと言いたいんだけど、ノックしてください、お願いします。特に朝とかね、急に開けられると困ることが多いんで、ノックお願いします。お、あ、朝か。いか、昨日はあのまま寝ちゃったみたいだなじゃあ夕飯は残したままなんだ。え、じゃあ昨日の夕飯のもの食えばいいのに、温めて。新しく作ってくれたんだね、わざわざ。ってことはこれからバイトか。あー、気が重いな。夏期講習だからね、朝早いんだろうね。9時ぐらいからやってんのかな。ほら、いつまでも寝てないで、起きた起きた。あと5分だけお願いします。あ、なんかおっしゃった、やべ。じゃあここで選択肢なんですけど、ちょっとねここで、CM に入りたいと思います。ではどうぞ。